A to Z の尾形です。今日はこちらのアンソニー・ライトをご紹介していきたいと思います。このアンソニー・ライト、何がベース車でしょう。はい、カムロードです。そうです。カムロード 2000cc です。で、この 2000cc カムロードも、ベース車新しくなってます。カメラがついてます。衝突軽減アシスト。これで安全性もプラスされました。それから LED ライトになりました。とっても夜明るくて運転しやすいです。でこちらフォグランプもついてます。でこのアンソニーライト前から見てもどうですか？窓大きいですよね。フロントガラス、運転席、助手席とっても見通しがいいんです。さらにこの両サイドのミラーで後方の確認がしっかりできます。これ本当見やすいねって。お客さんに皆さんに言っていただいてます。で、このベース車ですけれども、この上見てください。可愛いアンソニーライト、こんな可愛いアースカラーのロゴになりました。で、これフィオーレ、これはですね内装のものなので表してるんですけども、これは後にちょっとご案内していきたいと思います。で、皆さんここからずっと後ろまで見てください。どうですか？大きいですか？どう感じられます？これカムロードベースなんですけどショートボディなんですよ。ショートボディ何？思われると思うんですけどすごい運転しやすいです。まあ、駐車場にはもちろんきっちり入るんですけど取り回しもしやすい。本当にちょっとしたスーパーなんかにも高さの制限がなければ本当に入りやすいです。運転しやすいです。実際に乗ってみてください。本当に運転しやすいです。それからこちらですね。バンクのここバンクがあるんですけど、バンクにも窓が両サイド2つついてます。ですね。でこの高さこれ2810。それからこの今ショートボディと言いましたこれこの全長ですね。これぐらいできます。これで4640です。それから車の幅。これは1995本当に綺麗にこう駐車場の中にすっぽりと収まりますので運転しやすいです。それからこのエントランスドアこれ後ほどご紹介していくんですけどまたお楽しみにしてください。でこれ窓ですね。さっきバンクの窓をご紹介しましたけど大きさ違う窓があります。でこれアクリル二重窓なんですけどこんな風に簡単に開きます。で、雨の日にも使えるんです。実際にこれをご購入されて乗って使ってみてください。雨の日に使えるってとってもいいです。それからこちらですね。バゲッジドア。両サイドに同じものがついてます。車中泊、それから長期のお出かけ、キャンプ、いろんな荷物をこの中から入れていただいて取り出しやすいです。これ中の仕様に関してはまた後ほどご説明します。それからこちらですね。後方を見ていただきますとここに外部電源取り入れ口ですね。こちらあります。サブバッテリーとかですね。ご自宅で出かけられる前に充電したりとか RV パークで電源を取られる時にここ使えます。それからこれは使わない時は必ずこういう風にキャップしてください。で上からいきましょうか。じゃあ上ですね。まずバックアイカメラこれでバックする時の駐車スペースどこまで下がっていいかこれ下方向を映してますのでこれでしっかりと見ていただけます。それからこの2つの窓これはアンソニーライト後ろ側2段ベッドがあるんですけどもこれの窓がついてます。風も個別に入れられますし光も入ります。もちろん全ての窓に網戸シェードカーテン全部ついてます。でずっと下見てください。これ真ん中はこれスペアタイヤなんですけどもちゃんと2つついてます。でダブルタイヤなんですよ。これダブルタイヤ何ってものすごい安定感抜群です。試乗できるところがあればぜひ展示場とかですねイベント等にそういうので試乗されてみてください。本当に乗りやすいです。安定感あります。私も一番安定感あるんじゃないかなって思うぐらいです。でこちらのアンソニーライト、先ほどのバゲッジ両サイドと言いましたのがこれです。なので長いものとかこっちからでも向こうからでもどちらからでも入れられます。でこれですね、下もベッドなんですけど、これ取り外してここ全てを荷物入れ、それもご購入されたオーナー様の自由なので、どうぞぜひいろんな使い方してみてください。それからこちらの大きな大きなダイネットの窓、すごい明かりが入ってきます。明るいです。でアンソニーライトは室内がとっても明るいんですよ。そこをさらに光が入って明るいで、お子さんなんかも景色も見れますし、とってもこれで光も空気もバッチリです。でこれ下ですね。でここでストッパーでこんな風に止められます。はい、でこちらでガソリンを給油してください。はい、ここまでご紹介してきました。ではこれから中をご紹介していきたいと思います。では皆さん参りましょう。はい、お待たせしております。これから中ご案内します。エントランスドアですね。オープン。はい。こちらのエントランスドア開けていただくと、アンソニーライトもですけど、はい、網戸ついてます。夏、エントランスドア開けて、ワンちゃん飼ってらっしゃる方、猫ちゃん飼ってらっしゃる方、小さいお子さんいて、すべての窓を開けていただいて風も入ります。安心してこんな風に使っていただけます。はい、それからこのエントランスの階段、幅も広いし、とっても登りやすいです。それからですね、こっち見てください。ここに下駄箱、物入れですね。もう本当にオーナーさんの自由に使っていただいていいです。一番下にサブバッテリー入ってますので、まあ2つツインにされたりとかすると下はちょっと埋まってしまうので、お客様のアイディア次第で、なんかこういう使い方あるよ、私こういう風に使ってるのよとかあればどしどし送ってください。はい。ではこちらにですね、冷蔵庫もついてます。こんな風に飲み物なんかも入れていただけます。出かける前に補充する。それから道の駅なんかに寄った時に何か買ったものを入れる。いちいち中に乗らなくて、こっから入れられます。とっても楽ちんです。はい。ではここから中に入っていきたいと思いますが、手すりついてるんですよ。例えばお父様お母様、一緒にご旅行されたいっていう時なんかには、とってもこれで安心してしっかり力を入れて登っていただけます。では参ります。はい、入ってきました。皆さんちょっとこうぐるっと見てください。どうですか？この明るさ、広さ、広いですよね。明るいですよね。でこれ今皆さんぐるっと見ていただいた時に、ここ綺麗な赤、これが最初にお伝えした内装のフィオーレです。このアンソニーライトにはこのフィオーレ、それからボスコ、それからポルト、この3つから選んでいただけます。で内装の違い、それからこの木目の違い、多少あります。それは詳しくまた展示場とかいろんなところで見ていただければなと思います。それでは一つ一つ詳しくご案内していきます。はい、皆さん見てください。この大きなダイネットの窓、外からお伝えしたんですけども、先ほどはこれだけ大きな窓です。もう運転してて走行中もこんな風に外眺めていただけますし、この明るい日差し、それから駐車スペースの時には窓を開けて風を入れて、ここで皆さんでお食事をしたりしていただけます。でこのダイネットの窓はですね、こんな風に網戸、シェード、それからレースカーテン、もう一つカーテン、これだけすべて標準装備です。で、これ窓を開けて網戸をして虫が入らないように、それから風を入れてるけれどもさらにレースカーテンをして視界を守る、これも可能です。こんな風にいろんな使い方ができるので、これも皆さんいろいろな使い方見つけてください。で、見てください、このぐるーっと収納がたくさんあります。いろいろな収納がありますけれども、こういったところのですね、アッパーボックスはカチッって言いました。この状態で片手で物を取り出しやすい。両手でもできる。カチッ。こうやってしっかりと開け閉めロックができますので、安心して使っていただけます。それからこれですね、ずっと後ろにも収納庫あります。で、この上にありますのが、これがこれオプションで電子レンジ入れられますけれども、なければここは大きな一つの収納庫になりますので、これもお客様のお好みでお付けください。それからここにももちろん網戸、シェードすべてついてます。カーテンもレースもついてます。で、シンクですね。シャワーノズル 1.5 メートル伸びますので、外のフックがあります。これにかけていただいて、足、砂を洗ってみたり、海行った時ですね、洗ってもらったりとか、ワンちゃんの足洗ったりとかっていろんな使い方できますので、使ってみてください。それからこちらにもまた引き出しがあります。引き出しがあったりで、給排水タンク、ここにあります。で、ここから出し入れもできますので使ってください。で、お客さんでいたんですけど、私給排水タンク使わないっていうお客さんいます。そしたらここ収納庫に使ってください。もうそれはオーナー様の自由ですので、ぜひ。はい。で、ここですね、今ありました。それからここ、私座ってますけども、お子さん、チャイルドシートにまだ座らなきゃいけないお子様ですねは、3点のシートベルトが必要な方には2つあります。ここにチャイルドシート、3点ベルトが2つありますので、2つまでは取り付けられます。それからこちらですね、後ろのリア2段ベッド、これですね、もう長さ180あります。多分私女なんですけど、私身長160です。もう本当にゆったりと、で、横幅も80あります。リアの2段ベッドで、これだけ横幅広いベッドは本当にこのアンソニー・ライトぐらいです。実際に展示場なんかに来ていただいた時には、実際横になってみてください。どれだけ広いか、ゆったり寝れるか、実際に出てみないとわからないと思います。で、こちらのですね、展開はいろんな展開方法ありますけども、後ほどこれはご案内していきたいと思います。じゃあ次、バンクの方行ってみましょう。はい、それではバンクベッドの方をご紹介していきたいんですけれども、まずですね、バンクの前にこちらのエントランスドアの上、見てください。集中パネル、スイッチパネルがここにあります。なので、車を出るとき、あ、消し忘れたわなんてことがないように、ここで全部確認できますので、これもとっても便利なアイテムの一つです。それからこちらに今ありますこの 100V クーラー、こちらはオプションです。で、外部電源で使用していただけるんですけれども、クーラーはこちらの 100V クーラーとサブバッテリーでも動く 12V クーラーと2つあります。内容はですね、いろいろとまた詳しくイベントや展示場で営業の者に聞いてみてください。それからこちらにもあります。収納後ですね。あとここにこんなカーテン。それ尾形さんどこの？はい、ここです。エントランスの網戸の中につける、ここの目隠しです。夜寝る時とかですね、普段走ってる時、外からの目線気になるって方は、つけていただいても構わないです。これも標準でついてます。それから、ここ、運転席と後ろの下層部、これを仕切るカーテンっていうのもついてます。なので、もう完全な個室空間にすることも可能です。それから見てください。このバンクベッド。バンクベッドってカムロードのものには大体ついてると思うんですね。でも何が違うの？もう何もしなくていいんです。すいません。なんか通販番組みたいになってますけど、これ引き出したり、上げたり、どっかいじったり、何にもしないです。もうこのままで寝れます。お母さん眠いよ。いいよ、上に上がって寝てって言ったら、ここからもう上がって寝れます。これだけです。だから本当に何もしなくていい。余分なものが何もないです。これもアンソニー・ライトのバンクベッドの特徴です。とっても広いんですよ、これ。本当に寝れます。ではこのまま他のベッド展開をお見せしたいと思います。それでは参りましょう。じゃーん。立っちゃった。じゃーん。見てください。このベッド、ベッド、ベッド。これですね。アンソニー・ライトはこちらの2段ベッドが大人2人。それからこちらのフロアベッドに大人2人。それからバンクベッドに大人2人の就寝人数は6名。それから走行中は運転席、助手席、真ん中のシートありますので3人。それから後ろのダイネットには4人、7人乗車できます。で、このフロアベッドの幅1260横ですね。で、長さが1900。で、バンクはですね、横幅が1800、奥行きが1500です。広いです本当に。で、皆さん見てくださいこれ。ごめんなさい、うちの主人身長190以上あるんです。OK です。ここフラットなんですよ。ごめんなさい足で。ここずっとフラットなので、小さいお子さんとか、あとはワンちゃんをたくさん飼ってるお客様とかはもうこの状態でワンちゃん歩いても落ちることもないですし、お子さんがどこで寝ても心配ないです。こんな風にも使っていただけます。で、あとはですね、ここ。こんな風にカーテンもついています。もちろんリアだけじゃないですよ。こちらのバンクにもこんな風にちゃんと両サイドにカーテンがついているので、きちんと皆さんそれぞれの個室空間確保できます。ではこれからですね、ちょっと就寝モードにしていきたいと思いますので、少々お待ちくださいませ。はい、これが就寝モードです。お休みになる時にはこんな風にカーテン、全てのカーテン閉めることもできます。これも全てキャンピングカーです。オーナー様の自由にレイアウトしてみてください。使ってみてください。こんな感じでぐっすりお休みください。はい。このリア2段ベッドですが、私真ん中に立ってます。これですね、パーツになってまして取り外すことができるんですね。で、今ちょっとこの真ん中の2枚とこちらの上段の端外してます。で、ここにですね、物置に使っていただくとか、それからここを全て取り払って大きな収納、それから海水浴なんかに行った時に着替えるスペースなんかにも使っていただけますし、あとはですね、中にも私のお客さんでここワンちゃんスペースにされてる方もいます。で、ここにですね、実は扉があるんですね。小型犬のワンちゃんですと、トコトコトコって出入りできちゃうんです。で、こういうスペースもいろんな使い方ができます。これもいろいろ教えてください。ぜひお待ちしてます。そんな感じで、ここの今、先ほどのフルフラットのベッドなってましたけど、ここ通路を作りました。こんな感じで使うことも可能です。こうやってですね、ゆっくり寝ていただく。でも、歩くところはきちんと確保しておく。こんないろんな展開でお使いいただけるのがアンソニーライトです。はい、いかがだったでしょうか。A to Z のアンソニーライト。あそこのあれは、ここは、わかります。いろいろお聞きしたいことがあるとは思います。ぜひ、お近くの展示場、それから A to Z でお待ちしております。本日はどうもありがとうございました。